まず沖縄防衛局がヘリパッド建設に抗議する市民の写真を載せ、悪質な違法行為と断定する説明資料を作成し、その資料が外部の個人のフェイスブックに載り、悪質、違法と名指す情報がルーフされた件について、再度質問をいたします。 その場で無断で提供施設、区域に立ち入ったり、他人に暴力を振るったり、他人の所有物を損壊するような行為を確認しているということから、取り立てて我々は不適切なものとは考えていませんと答弁されました。えつまり、防衛省の職員がそう言ったから、違法悪質と決めつけ、資料まで作成した。それも有罪判決が確定していないのに、継承もつけずに、 名前を挙げて犯罪者扱いしていることを不適切と思わないということでした、宮間局長の答弁によりますと、この資料は、沖縄防衛局が同局に説明を求められて来られた方々の求めに応じて、北部訓練場の状況を説明したいとの目的で、11月7日に作成したということですが、説明を求めてこられた方々というのは、どういう方なのでしょうか、伺います。委員長 防衛省宮間地方協力局長お答え申し上げわれわれがご説明を申し上げた具体的な方々につきましては、あの先方その方々との、えー、関係もございますので、お答えはあ差し控えさせていただきたいと考えておりますが、あそれぞれ関心を持ってあのお問い合わせのあった方等でございます。糸 ネット上で広めた方が説明を受けた方なのか、あるいは防衛省の職員が意図的に掲載した結果、広まっているからなのか、それが分からないからお尋ねしているのです。北部訓練場の状況を説明したいためではなく、反対運動の人に嫌がらせをしたいために行っているのではないかと言わざるを得ません。宮局長ははこの資料は 北部訓練場のヘリパッド移設工事について、理解をしていただくにあたり、沖縄防衛局として必要な内容、資料を示したものでございますというふうに答弁されておりますが、この資料を見た多くの沖縄県民は、移設工事に理解どころか、防衛局に対して怒りと不信感を持ったというふうに思いますが、沖縄県民の写真を無断で使い、違法、悪質とした資料で、 理解していただくというのは誰に対して理解していただくのでしょうか宮山地方協力局長お答え申し上げます私どもはあ北部訓練場お下半の返還というものを目指しましてこれはあの古くう左航合意二十年前になりますがにおいて決められたものでございますがこれを実施してそのための工事を現在実施しておるところでございます、えー、この工事につきましてはあの。 反対をされている方が現にいらっしゃるということは、あのまさに、えー、ご指摘の資料にもありますように、我々も十分承知いたしておりますが、その一方で、えー、北部訓練場下半の早期の返還を望んでおられる方もいらっしゃると考えておるところでございます。えー いろいろな方々がいらっしゃる前提で、われわれが行っていること、現在、北部訓練場で起こっていることにつきましては、正確に情報をお伝えするということは、やはり正確なご理解を得るために必要なことだと思いますし、その点では私はこれは、ああの正確なご理解をいただく一助になったのではないかと考えております糸勝計画、えー、沖縄県民の土地に立ち入ったり、暴力を振るったり、さ、え、ら、ー、に県民の所有物を損壊するような行為を、 私たちはは確認してていいいるるからら基地はいらないと言っているわけですこれまでもありましたように、その差別や偏見を助長する資料を作成し、外部に提供した沖縄防衛局に改めて強く抗議をし、さらには、この安倍内閣におきましては、これまでの各種選挙によって、沖縄の県民の8割がこの基地建設に反対をしている、その意図を組まずに、このように強硬的な状態で、